寸気漬けは長野県基礎地方の伝統的な発酵食品であり、土着品種の赤株を使用した発酵漬物の一種である。赤株の養鶏を湯通しし、漬け種と一緒に無塩で漬け込み、乳酸発酵させることで作られる。主に乳酸菌等の微生物が行う解凍系の副産物として得られる乳酸の働きにより、独特の酸味と風味がつき、保存できるようになる。 冬季限定で漬け込まれ、主に冬から早春にかけて食べられている。なお、京都府で作られる、似た呼び名のすぐきつけは、食塩を添加し、温和加熱により発酵を促進させるなど、寸ぐきつけとは異なる発酵漬物である。浅漬け等の一般的な漬物は、食塩を用いて、腐敗菌、食中毒菌などの雑菌の繁殖を抑制する。しかし、基礎地方は、 海から遠い山国であることもあり、米は貸しても塩は、かすなという言葉が存在するくらい塩は貴重な素材だった。そのため、野菜の保存に食塩をふんだんに使うことは困難であり、無塩発酵の漬物が生じることになったと考えられている。基礎地方の中でも、旧海田村や大滝村のような寒冷地でないと酸が強くなったり、茎が柔らかくなったりしてしまうなど、味や、 食感の良い寸気付けはできないとされる。同様な無塩漬物は、新潟県の伊勢込み菜、あるいは茹で込みな、寸気付けでは、材料を湯通しすることで雑菌を殺菌し、乳酸菌が優位に増殖しやすい環境を作り、低温下に置くことで、より雑菌が繁殖しにくくなる。乳酸と低温による雑菌増殖抑制が相互に働いている漬物と言える。 低温を維持することは品質においても重要であり、平均気温が摂氏0度を上回ると品質が低下する。寸気付けは仕上がり時に pH が4.5付近になると酸味がちょうどよく旨味が最も優れると報告されている。平均気温が0度を上回っていた場合は、漬け込んでから9週ほどで pH が3.0付近まで下がり、緑灰色に定食して風味、 保存性ともに悪くなる。寸気付けは原料中の荒タンパク質がほとんど減少せず保存されているため陶器のタンパク源として重宝されていた。これは原料中のタンパク質分解酵素が油同しによって失活し、また塩分をほとんど用いないことにより塩分を少量用いた浅漬けと比較すると酵素の活性が落ちるためと考えられている。寸気付けには 主児のアレルギー症状の原因となる家抗体を抑制する乳酸菌が含まれており、そのうちのある一菌種ではマウスを用いた実験によると、アレルギー性下痢症を抑制する結果が出ている。しかし、寸気付け摂取の有無とアレルギー性疾病の有無に関しての疫学的調査では、有意な相関はなかったと報告されている。原料として、土着品種の赤株が用いられる。 寸気付けに用いられる赤株の品種としては、海田株、大滝株、細島株、吉野株、木曽名などが知られている。付け種としては、乾燥寸気、寸気付けの漬け汁、ズや山ヤマブの実が用いられる。付け種は微生物のスターターとしてではなく、発酵初期に漬け床を酸性環境にする役割があるとされている。赤株の形容部分を切り取り、そのまま、 あるいは3から4センチメートルにざく切りしたものを湯を沸かした鍋に入れ、軽く湯がく。漬物損や桶、プラスチックの容器などに湯通しした株の形容と漬け汁を敷き詰めて、1週間ほどで食べられるが、熟成させる時には2ヶ月ほど漬け込む。ここまで、独特な酸味とシャキシャキした食感を持つ食品として食べられる。塩分を含まないので、適当な、 長さに切り、削った鰹節と醤油をかけて、米飯と共に食すほか、茶受けとして、喫茶の際にも食べる。また、日常料理の素材として煮ため、油炒め、蕎麦、うどんの具材としても用いられ、様々な形で食卓に登る。陶器に漬け込まれた寸器漬けは、早春には漬けおけから取り出し陰干しで、自然乾燥させて乾燥寸器を作る。これは寸気種として利用できるほか、 水で戻し料理に利用することもでき、早春以降も保存食品として食べられている。寸気漬けから分離した乳酸菌を選抜して主菌としたヨーグルトが開発されている。長野県は1983年、長野県における伝統的な食文化を継承していくため、選択向け民族文化財の味の文化財として指定した。以降、 基礎では毎年寸気コンクールが実施されている。基礎庁は2014年発酵食品振興条例を制定した、寸気付けやヨーグルト、味噌玉を使った味噌作りなどを対象としている。ありがとうございます。